ある動画をですね、僕の大好き、楽しい転売、失礼いたしました。楽しい列車シリーズ、E233系6000番台、横浜線のプラレールを開封したいと思います。これ2編成ありますよね。まあ、1編成はね、ヨドバシドットコムで予約して手に入ったんですけどね、2編成目はね、入手するのが結構大変だったんですね。まずね、ビッグカメラ行って売り切れてて、発売日なのに売り切れてんですよ。で、次にヨドバシ行って売り切れてました。結局ね、神岡の京急百貨店でね、定価で買わざるを得なかったんでね。まだ買ってない方はね、早めにお店に行った方がいいです。安いお店は多分ほとんど売り切れてると思うんで、関西とか九州はわかんないですけどね。とりあえずね、神奈川県内はそんな状態です。もうちょっと話長くなっちゃったんですけど、開封していきたいと思います。はい、というわけでね、プラ列車カードが出てきました。この動画では自動では読みません。読みたい方はね、下の止めるのボタンを押して読んでください。はい、というわけでね、こんな感じですね。先頭車から順に見ていきたいと思います。前面はこんな感じです。前面の方向幕の行き先は、この電車は横浜線各駅停車東神奈川行きです。となっております。ちなみにね、旧製品も東神奈川行きだったと思います。続いて先頭車両の側面です。中間車両はこんな感じです。パンタグラフはね、相変わらずね、このひし形パンタグラフです。続いて、後尾車の側面です。旧製品だとね、ここにステッカーが貼ってあったんですけど、現行の車両もね、横のステッカーが剥がされたのでね、この製品もステッカーがない状態になっています。続いて、後尾車の前面です。旧製品とは異なりね、ヘッドライトの部分が銀に塗られています。最後は、走行動画をやって終わりたいと思います。1番線、ドアが閉まります。ご注意ください。この電車は横浜線各駅停車東神奈川行きです。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話をお使いください。ご協力お願いいたします。This is the Yokohama Line Train for 東神奈川。チャンネル登録などのお忘れ物なさいませんようご注意ください。本日はデプー交通局をご利用いただきましてありがとうございました。またのご視聴をお待ちしております。